やっぱりプロゴルファーだからさ、アイアンなんかさ、ダウンブローに入ってってんのかな。そりゃそうだよ。そりゃそう。そりゃそうだよ。あのね、うん、少なからず、うん、アッパーブローなんていないから。よっぽど高い球打つとか、うん、なんか特殊なショットを打たない限り、うん、普通にアイアンショット打ってつったら、うん、ダウンブローだよ。平井宏明のワンナップゴルフ。もう調整してんの？細かいところで調整してんの？全然ダウンブロー。嘘。どれぐらいダウンブローなんだっけ？俺、ごめんね、うん、ちょっと偉そうに言う、うん、俺クラスだと3度から5度の間、うん、2度の調整。嘘、うん、調整してんの？だってダイモンの動画見ていただければ分かると思うんですけど、うん、あれ7番やん、だいたい3度から5度とか2度から4度かな、それぐらいの間、5度まではいかないかもしれないぐらいのダウンブローを入れてる。そう、あの2度間の中で入れてる。全部そこで入る。さすがプロじゃん。そう、しかもベタ足手打ちでも普通のショットでも変わらない、うん、同じ角度で入る。わかった、それはわかった、うん、それって、うん、わざとやってるの？そのダウンブローの角度を自分からやってるかどうか。そう、自然に入るダウンブローを意識したことがないそうだよね、どっちかっていうとクリーンに打つタイプあ、そう、そのダイモンで数字が出ちゃうじゃない。出ちゃう、同じのがずっと出ちゃう。そう、同じのが出ちゃうじゃない、うん、そこ俺最初見てないわけよそうなんだ。そう、うん、キャリーと総距離とミート率を見てるわけよ、うんうん、あと最高到達地点を見てるわけよ、はい、でさ、ずっとその入射角が出てるわけ。出てるね。で、ひろゆきはさ、うん、ああ、さすがダウンブローだね、ダウンブローだって毎回言ってるわけ、うん。言ってた。そんなとこ全然右から左なわけよ。でさ、まあ言われたら見るじゃん。さ、ずっとさ、2.4、3.1、いくつとか出てるわけ。で、ずっと同じとこ入ってるわけ。あ、ずっと同じで入んだ、これは、と思って。無意識で。でもやっぱあれだね。それ。普通にやってんだって言うとかっこいいね、やっぱ。そうや。だってさ、2度の間調整してるってさ、すごくない？すごい。あんなの一切考えてないから。勝手にそうなる。あの、クリーンもしくは、ちょっと人工芝を触るぐらいで、打とうとはしてるわけよ。うん、あ、まあ、それはいつもやることだから、はいはい、あ、別に普通のあんな鳥かごっていうか、うん、インドアでは、別にそんな意識はしないわけで、うん、実際打つわけじゃないから、うん、ああ、だから、ね、ああいうところだったら全然意識ないじゃない全部結果論ね。あれ、そうなんだね。そうで、アイアンもさ、うん、ほとんどのキャリーが166なんだな。お、5球って3、4球166なの、うん、あんなのも別に普通のフリカンでポンポンポンって打ったら、うん、たまたまその同じ距離だったっていうだけで、あんなのは一切。別に揃えてるわけでもないんだ。わけでもない。ミート率だってそうよ。あんなミート率上げようとして 1.5 いくつとか出てないから。あれは飛距離を出せれば面白いかなと思って、バチンって手打ちして打ってるじゃん。うん、そしたらたまたまその数字だったっていうだけだから。全然意識なんかしてない。あんなのはね、全然。勝手になるから。でも、発想変えるとさ、うん、そのいつでもそこに入社するぐらい練習してるからそこでずっと入るっていうのはあるかもしれないね。そう、逆にアマだったらバラつくのかもしれないね、うん、めっちゃ細かいこと言っていい、うん、ここで感じるもの、うん、ここで感じるもの、うん、要はずっとここで感じる、ここで感じる、ここで感じるものというか、うん、感じ方が常に一緒、うん、あ、それがこう引っ張られ感なのか、うんうんうん、こう降りてくる感なのか、うん、そういうものが全部一緒だから全部一緒の結果が出るみたいな。あ、同じように振れるんだ。同じ感じ方で振れるからってことね。そう、同じやつがずーっとこうやってかかってるんだ、外こうやって。それを同じにしてるから同じように入るんだ。そう、だからずーっとヘッドスピードも変わんなかったでしょ。ああ、アイアンはそうなんだね。そう、だから、じゃあ
ドライバーってこれ一発飛ばすよとか、うん、そういうんじゃなければ、うん、ずーっと同じ手打ちだったらずーっとヘッドスピード43だったわけよ。そうだ、ずーっと変わんないんだ。同じように振ってるから。同じようにフロートはしてるんだけど、うんうん、何かこう、その数字を目指してはないわけ。あー、なるほどね。同じ感覚でフロートしてるだけだよ。こうやって。ビョーン、ビョーン、ビョーン、ビョーンって。数値はやっぱただ結果なだけで、うん、それを出すために打ってはないってことだよね。うん、俺が、5回スイングするじゃない、うん、それをシルエットにするじゃない、で5個重ねたら多分ずれないと思う、うん、ああ、はいはい、それぐらい染みついてるもの。そうだよね、うん、そんだけ練習してたってことだね。そういう準射角とか弁当率とか、うん、そういう数字的なものっていうのは最初から意識はしない。そうだよね、意識するのは数字といったらヤーデージだけ、何ヤード打つっていうそのヤーデージだけ、うんうんうん、なあ、色感で入れてるから。いや、入れてないことが分かった。勝手にそうなってる。そう。そう。ただ、いつでもそれできるのはすごいね。やっぱり。ああ。うん。だからあれだよね。お腹空かなければずっとあそこを乗っけて、乗ってられるのはそういうことだよね。うん。そう。ずーっとその動きしてりゃいいから。すぐその感覚で打ってりゃいいから。ああ同じように、そうすると入社するから、そうすると同じように、うん。で、それをやりやすいのは、150ヤードに対して、ドライバーなのか、うん、ユーティリティなのか、5番アイアンなのか、8番アイアンなのか、っていうだけだから、だから別に、それが例えば100ヤードだったら、100ヤードにずっと乗せられるのは何番かってことだから、その、番手の見栄の張り合いじゃないってこと。ああ、なるほどね。7カルじゃないってこと。そういうことね。そう。そうか、そうか、そうか。そう。だから、100ヤードだったら、52P、9番で争うのかな、みんな。うん。番手は。うん。別にそんな8番で、ずっと飲んだったら8番で乗った人が勝ちだから。ああ。52で、頑張って、左引っ掛けたら、負けながら。うん、そっか。そう。もうそれはいかに狙ったところに打てるかだけなんだね。そう、番手じゃない。あ、再現性高いのはどれかっていう。確率高いのはどれかっていうこと。あ、それが分かったら上手くなるんだから。本当に。そっか。アイアンであれだ、飛距離に喜び求めたら意味わかんないんだ。意味わかんないんだな。全く通じないものになっちゃうんだね。ねえ。あ、だから。変な話、手前に何もない、うん。バンカーも花道しかないんですよ、うん。で、例えば100ヤードで8番だったら通常からしたらちょっと大きいかもしれないじゃん。うんうんうん、成人男性だと、うん。でもさ、わざと8番持ってさ、こうやって構えてさ、これで例えば乗ったとするじゃない、うん。あれが格好悪い、でも乗ってるんだったら格好悪くていいんだよ。乗ってんだから。乗ってんだから。数字なスコアなんだから。だからもうあそこに乗る確率なんだから、もう格好と番手じゃない。ああ乗ってんだから。シャフトの硬さじゃないの。そうだよ。X でブリ曲がるんだったら、うん、R で乗った方が勝ちだから。そう。本当に。そういうのめちゃくちゃ多いな。あ、見てて、あんま大きい声じゃないけど、買うお客様ご本人はそんな良くないんだけど、うん、勧められたっていう物語もあるかい。あ、そうなの、うん、なんで知らない。売る方が。そうなんだ。別に硬いから高いってわけじゃないでしょ。一緒。出ない一緒。じゃあ別に売り上げ上げたくて硬い方進めてるわけでもないんだ。うん、そうだね。うん。まあ硬いの売れないから在庫処分なのかもしれないし。ああ。それはわかんないんだけど。っていうのある。プロの好まないものを、うん、重さと硬さを勧められて使ってたアマチュアの方もいるし。うん、まあ、それぐらいハード。なんか重いの多いんでしょ。重いの多いな。130g 近いスチールシャフトとかを入れてる人もいるし、うん、でも
最初はそれ使ったら別に思いとか借りたら分かんないじゃん。あ、ほかの子に変わると。それをずっと使ってて、いきなりこういう 105g とか打ってもらったら、軽くて打ちやすいっていうかもしれないじゃん。そこの変化だよね。だからいろんなクラブを打つことが大事です。うん、シダは無料なので、買わなくていいんです。なんで、100g、110g、120g、130g って打ってみると面白いかもしれないですね。なんでいろいろシダすることをお勧めいたします。で僕は2度から4度の間をきっちりきっちり入れてます。入射角ですよ。嘘です。そう、大体 2,3 度からこうダウンブローに入れるんですよ。入るんだよね。まあそういう感じです、うん、勝手に入るものなのであんまり意識しないでください。もう間違いなく結果論なんで、なんでやるんだったら大げさにやった方がいいですよ。ダウンブローにしちゃうんだったら、めっちゃくちゃダウンブローに入れて、どんなもんなのかっていうのを知ることが大事。何度みたいなのをやんない方がいいですよ。なんで、その注意をお願いいたします。まずは大げさにやること、分かりやすいように。はい。そういう練習をぜひしてみてください。はい。気に入っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフでは、オンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。